はい、ルルカです。今回はね、アマゾンでぼったくり送料の商品。こちらはね、購入しないための対策方法。こちらに関して紹介していこうかなと思います。まあ、ルルカに関してはね、10日ほど前にね、アマゾンで売られている商品、送料がやばいことになっている件、ということで動画のよにさせていただきました。まあ、どういうことかというと、アマゾン内でね、売られている商品、商品自体の値段っていうのはかなりね、お得な感じで出ているわけなんですけど、実際購入しようと思うと送料がとんでもないことになってるんですよね。まあ、ルルカが紹介させてもらったのだと、ゲームのコントローラーだったりとかするんですけど、送料だけでね、数万円する。まあ、ぼったくり商品というのがね、ただ出ていました。 というところでね、現在アマゾン内で送料でぼったくってる商品がたくさん出てるから気をつけてくれっていう感じで注意喚起含めたね、動画のを撮ったんだけど、その中でね、対策方法っていうのを紹介していなかったんですよね。で、今回改めてなんですけど、本日ね、朝起きたら Twitter のトレンドに Amazon 送料ぼったくりみたいなものがね、入ってたんですよね。これ何かなと思ったら、どうやら Yahoo ニュースの方にその Amazon の送料をね、ぼったくってるよっていう記事が上がったらしくて、それがね、トレンドに上がっていたという形になるんですけど、ということで改めてね、アマゾンで売られてる商品の送料、ま、ぼったくりの商品がね、むちゃくちゃ増えてきていますので、 そのね、送料ぼったくり商品、買わないためにはどうしたらいいのか。まあ、そのね、対策方法、まあ、購入方法に関して紹介していこうかなと思います。どうやったらね、そのぼったくり送料の商品、購入しなくてね、済むかっていうところなんですけれど、まずね、まあ、検索のをしていこうと思うんですけど、前回ね、そのゲームのコントローラーで紹介させてもらったんだけど、現在ね、ほんと日用品も含めてね、送料ぼったくり商品っていうのがもう蔓延してる形になっています。まあ、そんな中で、まあ、選ばれた商品なんですけれど、はい、美容ヘルミン検索していこうと思います。なんでこれと思われる方もいると思うんですけど、ポチります。 はい。そうすると、まあ、とりあえず今検索かけますと、こんな感じで出てきます。まあ、一番上はね、ここ、スポンサーって書いてあるので、ま、アマゾンの広告みたいなものになるわけなんですけど、まあ、こちらの商品、ポチりますと、こちらの商品、ビオフヘルミンね、マイナス28%、2500円で購入することができる商品。まあ、こちらがね、トップに出てくるわけなんですけど、注目点は右です。はい、右に行きます、右に行きます。そうすると、はい。配送料4000円ということで、まあ、送料ぼったくり商品ってことになってるんだけど、本体代金2500円に対して送料4000円。まあ、どっから送るんだって話になるんですけど、明らかにぼったくり なっていますで、注目点なんだけどね、これ下行きます。下の方に行きますと、なんとね、プライム発送の商品あるんですよね。アマゾンさんが販売している商品あるにもかかわらず、普通のね、しょっぱな検索をすると、なぜか、ぼったくり送料のこちらの商品がトップに出てきてしまうという形になっています。もちろんね、ここ気にしてみていればね、送料4000円ぼったくってんじゃんって気づけると思うんですけれど、まあ、気づけない場合もあったりするんですよね。まあ、それこそ慌てないで購入すれば、まあ、大体ね、気づくんじゃないかなと思うんですけれど、どうしても欲しいなと思っていた商品とかに関して、検索して、お、在庫あるじゃん、安いじゃんと思って、 ちょうどでね。例えば今すぐ購入なんて押した日にはね。速攻で購入することができてしまうので、その辺でね。気づかず購入しちゃう方ってもいたりするんですよね。まあ、この辺に関してもね。後ほど amazon の方に問い合わせすれば明らかにね。ぼったくり、送料っていうのがわかれば amazon のね。サポートセンターが対応してくれるとは思うんですけど、その辺もね。非常にね手間だったりします。じゃあね、どうすればいいかっていうところなんですけど、まあ、ここもねちょっとね。amazon さめん面倒くさいなと思うんだけど。はい、こちらね。ビオヘルミンを検索したページになっています。で、このページの左側なんですけど、まあ、プライムって書いてあって、ここレ点フルとはい。そうするとね。プライムハウスの。 だけってそうすると、まあ、先ほどね、はい、美容フィルミ出てますね。先ほどと同じ、スポンサーってとこなんだけど、こちらね、ポチりますと、まあ、先ほどよりはね、ちょっと値段上がるわけなんですけど、送料無料で発送することができる、まあ、プライム発送の商品っていうのがトップに出てくる形になります。先ほどね、逆転して、下の方に行くと、先ほどのぼったくり商品ですね、送料4000円かかるものっても表示されているんですけど、しっかりと、送料無料のね、プライム発送の商品っていうのが出てくる形になっています。はい、ということで、検索した後ですね、こちらのレテンっていうのを振ることによって、送料 商品をね回避することとが可能いいう形になっています、まあ、なんですけど、アマゾンさんね、なんで使用変更しないのかわかんないんですけれど、まあ、検索するためにこれ、レテン振らなきゃいけないんですよね。まあ、これに関して、まあ、プライム発想のみしかね、検索したくない方っていると思うので、それをね、デフォにしてくれていれば一番いいのかなと思うんですけど、まあ、ルルカが触った限りでは、毎回ね、こちら、レテンを振らなきゃいけませんので、ここがね、非常に不便じゃないかなと思います。まあ、もしかしたら、ルルカが知らないだけでね、毎回このプライムのものだけしかね、検索できない使用っていうのもできるのかもしれませんので、よかったらね、そういう使用がありましたら、コメントでね、教えていただけるとあり 言いいいんでですすけれどとりあえず現時点でに関ししてては送料ぼったくり商品っていうのが蔓延しています、まあ、このね、美容ヘルミだけではなくて、先ほども言ったね、ゲームのコントローラーだったりとか、まあ、パソコンの周辺機器だったりとか、まあ、いろんなものでね、ぼったくり送料っていうのが出ていて、商品の本体代金自体はね、安いように見えて、まあ、かなりの送料を取っていてね、まあ、結果的にめちゃくちゃ高いことになってしまいますので、この辺ね、注意していただけたらなと思います。そしてね、まあ先ほども言った通り、あまりにもね、ぼったくり送料に関しては、アマゾンのサポートセンターに問い合わせすることによって、対応してくれると思います。以前もね、マスクだったりとかね、コロナ関係の ましたまあ、大変なことになったわけなんですけど、そこに関してもね、a z o n さん対応してくれて、送料でね、実費よりも明らかに高い金額を取ってる商品に関しては、アカウント停止とかの対応をして、まあ、それがね、消えていきました。なので、間違えて購入してしまって、まあ、送料をぼったくり商品に当たった際に関しては、諦めずにね、一回ね、サポートセンターの方に問い合わせした方がいいんじゃないかなと思います。送料の設定ね、自由にできるんだから、いくらにしてもいいだろうっていう感じで、出品者はね、まあ、応募な態度を取ってくるかもしれないんですけれど、まあ、実際ね、なんで送料が自由に決められるかっていうところは、Amazon としてはね、海外から 発送されるるももののだっったたりりとかか Amazon ででいものがあったりするんですんよねそういうのに対応してね、送料を自由に決められるだけであって、まあ、送料でぼったくっていいというものにはなっていませんので、その辺に関しては、ぼったくられたのを気づいた際には対応した方がいいんじゃないかなと思います。という感じで今ね、パソコン版紹介させてもらったんですけれど、まあ、スマホでね、Amazon で購入される方も多いんじゃないかなと思います。ということで一応ね、Amazon スマホ版で送料ぼったくられないための対策っていうのに関しても最後にね、紹介しようと思うんですけど、まあね、似たような感じになるんですけど、はい、こちらね、a z o n のスマホ版のアプリになっています。まあ、先ほども、ね、言うの忘れたんだけど、これ、 静岡市清水区渋川というのに記載されているんですけど、これね、うちのね、郵便番号ではありません。まあ、今回これ収録する関係上で適当にね、打った住所になっています。一応ね、ルルカ、静岡市清水区には住んでいますが、渋川ではないんでね。という感じで、まあ、これ、トップページになるわけなんだけど、トップページで検索のをします。まあ、先ほど同様ね、美容ヘルミンって検索します。はい、そうするとね、美容ヘルミン出てくるわけなんですけど、ギャネ予感しますね。先ほど同様2500円のものが出てくるんだけど、先ほど同様2500円なんですけど、さっきも言ったように、送料っていうのが4000円という形になっています。なんで結果的にはね、6500円取られるということ 相当ぼったくり商品になってるわけなんですけれどいろんなね出品者の見ることができるんではい。 こういう風に見ることもできるんだけど、やっぱね、ちゃんとプライム発送の商品もあるわけなんですけど、初期のね、検索だとどうしてもね、この送料ぼったくり商品っていうのが上に出てきてしまう形になっています。じゃあね、どうすればいいかっていうところなんだけど、はい、また先ほどね、検索した画面に行くわけなんですけれど、この検索する画面のところに出てますね。もう、プライムっていうのに出ています。なんでこちらのね、プライムの方をポチってください。そうすると、こんな感じで、プライム発送商品のみ表示する形にできます。そうすると、なんだけど、はい、こちらの方を見てください。まあ、プライム対応っていうことで、まあ、2840円ですね。先ほどね、パソコンでお見せしたのと同じよう に、まあ、送料無料のね。プライム発送のものだけが表示される形になっていますので、パソコン版、スマホ版まあ、どちらもそうなんですけど、初期状態でね。検索してしまうと送料ぼったくり商品にあってしまいますので、これね。非常に面倒くさいとは思うんですけど、とりあえずね。こちらのプライムポチることによってまあ、詐欺商品に当たるのをね。まあ、かなり防ぐことができると思いますので、まあ、とりあえずね。こちらのポチるっていうのを覚えておくといいんじゃないかなと思います。まあ、ご自身に関してはね。こういう送料ぼったくらないぜと思っている方に関してもご両親だったりとか、今ね amazon 使っている方って非常に多いんじゃないかなと思います。なんでね。こういうのに気づけない方もいると思います。そう。 狙った今回のね、送料ぼったくりになっていますので、まあ、身近な方でね、まあ、アマゾン使っていて、こういうのね、知らなそうだなっていう方がいたら、このことに関してね、教えてあげるといいんじゃないかなと思います。あと、一応ね、Yahoo ニュースに出ている記事を見てみると、どうやらこのね、プライムっていうのをレティアンを振っていても、型番違いみたいなもので、プライム商品じゃないものをね、購入することもできてしまったりするみたいです。そういうのに関してはもう気をつけるほかないと思うんですけど、プライム商品だけの検索にすることによって、大幅にね、被害というのを抑えることができると思いますので、まあ、とりあえず覚えていて損はないんじゃないかなと思います。今後もね、ルールが気になる内容に関して、いろいろとね、動画 動画のにしていきますんでよろしければチャンネル登録いいねコメントお願いいたします今回も動画の最後までご覧いただきありがとうございました Amazon そろそろ対応してくれよ